はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回新キャラ使っていきますね。はい、こちらです。エリカちゃん、エリカちゃんってすごいよね。なんか日本人っぽいよね。まあサツキとかもそうなんだけど、なかなかね、エリカちゃんということで、なんかサツキのなんだろう、古文じゃねえな、弟子かなんかなのかな、なんかそんな感じのこと書いてあったんですけど、なんか意味深な枠が空いてますね、この上にね。流刑士、流刊士来るんではなかろうかと思っちゃうよね。はい、弟子だったわ。本当に弟子です。はい、そんなエリカちゃん、リーダースキルが光属性の攻撃が 2.5倍、回復は 1.5倍、木光闇ですね、メイメイと同じの、同時でダメージを軽減4倍と、まあ、3色なんで難しいですよね。これ回復も OK とかだったらよかったんですけど、3色ということで、まあ、こんな感じですよね。だって木が必要でさ、光属性も兼ねてるパーティーって言ったら、もうまあうちでは特にこれですよね。いつものって感じ、むしろありがとうって感じです。使っていきましょうか。はい、継承はまあ適当につけました。まあどうせたまらんやろうなと思って、もともと13ターンだし、今回クロノスが炎波と、あと風神と、ここにも風神がいるんで、まあこの辺はね、取っておきたいんで、エリカちゃんメインでね、ジンはサイクル回していこうかなと思いますんで、まあ指とか封印体制、まあ、封印はいらんか、指とかね、あとアシストボーナス増やしても大丈夫やろってことで、陣容画をつけておきました。まあ溜まってもね、決して悪いスキルではありませんからね。まあ、ビシュヌはどうせ吸収無効するだろうし、この攻撃キラーもそんな気にならないかな。むしろ道中はありがたいですよね。頑張りましょう。今んとこ3連勝ですか。3連勝ぐらいしてるよね。4連勝目指して頑張りましょう。最後、あ、気がない、なんてこった、体力なかなか多いですね。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつが嫌だなぁ。光も欠損したし、落ち込んこなかったら一回出ますね。今回は本当にあいつの目覚め必要ないんで。落ち込ん。来ないか。ほんとこれいらない。欠損。これ3色だけって欠損やばいと思うぞ。そうは思いません。軽減率が高いのかな。なんか星7にしては控えめじゃない、性能が。覚醒は強いですけど。あ、倒した。コンボ強化あるから、まあ木消したらとりあえずはって感じかな。一応光属性がね、素で上がってるってのもありますしね。闇消えてねえし。まあまあキパと思いながら使っていけば大丈夫じゃないかな。なんか闇消してきそうだな、この人。消さないで。ですよね。そんな気はしたんだよね。あれもめんどくさいからね。イザナミもなんだかんだめんどくさいですからね。オッケー。やっと倒せそうです。ではでは。いやー、ちょっと欠損との戦いになるかな、これは。欠損がやっぱ怖いですね。まずいですね。早速使いましょうか。こっちから使っちゃいます。威嚇が地味に美味しいですね。まあ、全員貫通できるんじゃないかな。大丈夫ですね。よし、4階が、うわ、またお前か。こいつめんどくさいんだよな。てか最近よう出るな、お前な。倒します。闘技場3ってさ、どっかまでカットした方がよくねってぐらいさ、途中話していいことなくなるんだけど、デーモンとかもなんか話すことなくない？欠損とかしてない限りさ、なんか、あ、やばい、スキル使いますとか、そういうなんかアクシデントがない限りさ、ねえ、まあそんなこと言ったら欠損しましたけど、道中ちょっと困りますよね。普通のまあ闘技場もそうなんだけどさ。これなんか想像以上に削っちゃってとかありそうだよね。大丈夫かな？全然光降ってこんし。大丈夫と信じたいところ。
闇降ってこないが、しかしおーっとまさかの後からリボ、ナイスです。ピュアスマイルが受けちゃうんだよね、リーダーね。まあ、そのためにこいつがいるんですけど、現物質星人か。まあ、いいや、使いましょう。まあ、しばらくは多分使わないんだよね、こっからね。そんなないよね。アポロンは出ないし、まあ、クロノスはバインドされてもそんな問題ないんですけど、この辺はやっぱリーダーが受けちゃうっていうのは怖い。キラーはね、ドラゴンか神かマシンか悪魔。よし、神キラー持ち帰りましょう。欠損すんな、欠損すんな、欠損すんな。闇が消えた。光降ってこいと思ったら闇消えちゃったよ。突撃は、まあ結局欠損しそうなんで使っちゃいます。で、この2ターンを生かそう。ここで貯めればいいんだよ。なんなら。ね。これスキルダメにすればまたリダフレが返ってくる可能性が高いんで、なんか交換遅れてますけど、この作戦でいきましょう。お、いい盤面ですね。長い、あと4ターン。想像以上に長い。優しくしてくださいね。優しくできません。優しくできるキャラには限りがあるんでね、申し訳ないですけど、さようなら。回復キラーとか意外なキャラに入りますよね。闇がありません。あ、怖いなこれ。なんかゲナーとかさ、ちょっと強く削っちゃって発狂みたいなありそうだから。でも変換してくるんだろお前ら。なんか両方ともいらん属性というのがムカつくな。うん、よし、いいよいいよいいよ。はいはい、ぶっ飛ばしちゃおっか。大丈夫でしょ、きっと。多分ゲナーぐらいならクロノスに耐えきれず粉々に散っていく可能性があるんで、どうかな、どうかな、どうかな。ですよね。ほんと危ない。今ゲナーが死んでなかったらリミットバーストでしたからね。フォロー優先する有害なね、素晴らしいキャラクターではあるんですけど、なんか回復やばいな。ちょっと検証してみていい？下手したら死ぬんだけど、闇がなくても意外とさ、昨夜ぐらいなら飛ばせますみたいな。もしかしてそういうキャラクターなんではなかろうかと、僕は思い始めた。ちょっと欠損がやばいです、これ。いや、ここで陣使いたくないのに、ねえ、もう。もう頼むよ。 ありがとうございます、落ち込ん先輩。さあ運命のフロア、しかも昨夜帰ってきました。いや本当に調子乗っちゃあかんね。さっき僕が調子乗ったせいですからね。昨夜何も悪くない。今の落ち込みいらんでしょう。そういうことするから欠損するんじゃん。頼むわマジ。おお怖いですね。ここはじゃあ威嚇入れちゃいましょうか。まだこっちたまんないけどねえ、まあ、どっちもどっちなんだよね。こっち使います。まあ、やっぱこの2ターンは生かしたいんで一旦これで済まして、
保険として一応ここで倒しますけど、やっぱ威嚇がある分はね、生かしていきたいよね。これ繋がんないよね。大丈夫だよね。昔もこれ繋がったんですよ。最近やり始めた方はさ、ね、何言っとんだお前って思うかもしれないけど、昔はあれ繋がっちゃったんで、1コンボなんであれで。だから、ね、コンボ損失したんですよね、昔は。うわぁ、これ右から組んだ方が楽なパターンね。これ右嫌いなんだよな、本当に。何なんだろうな。利き腕の問題なのかな。はい、7コンボできました。奇跡です。僕が追い打ち込みで7コンボした時はもう奇跡ですからね。アングリーアングリー。水多いなぁ。なんか、陣だけじゃなくてさ、軽い変換も欲しいよね。そんな枠はないんだけど。今度は木が全くないっていうね。ありがとうございます。結局欠損しちゃってるからな。やっとここまで来たもののコットンになりまして、弾いてちょ、素晴らしい。とりあえずここは倒して、ラクシュミ来ないことにかけるなんていう博打はもうさっきの昨夜をね、経験してしまった以上はしたくないわけでして、陣使うか。お邪魔作ってくるキャラとかおったっけ。おらんよね、ここでね。まあこいつ一応変換してくる可能性ありますけど、軽減したいし、軽減したらイコール死亡だから使いますわ。ちょっともったいないことしたね。欠損しとるんだけど、いやでもここでラクシュミ来たらいい話ですから。何してくるんだっけ。玄武七星人来るんでしたっけ。大丈夫かな。さすがに4万ないでしょ。なんかなんだかんだ落ち込む先輩今日来てるんで、ワンチャンあるかもしれません。って言うと来ないよね。だから玄武七星人してくれるんだったら、あ、北方の方か。そうかそうか。玄武が発狂か。まあ、これは色がね、これは色がもう最高にマッチしてますので、これで倒しましょう。なんだかんだここまで来たけど、まあ、運次第って感じかな、こっからの。グリザルは欠損しなければいけるとして、よし。あとの問題はやっぱり大事なとこでの欠損ですかね。ほんと目覚めもらっちゃったらもうダメだよね、このパーティーは。僕今ビシュヌを2連続で引いてるわけですけど、今回引いたらやばいわけで、大丈夫でした。もう列にしちゃって、先生も軽減あったら大丈夫だもんね。毒2個が、まあ、欠損を招きますよね。招きにアドラしちゃって、21階に、デフォード。デフォードはまだ大丈夫なはずなんで、一旦、色を消します。めっちゃ回復振ってくの何なんだろうな。ちょいちょいあるよね。多すぎる多すぎる。回復多すぎる。よし。これで、まあヘラが来ても大丈夫なんで、まあ毒あるからブブ来てもいいかな、もうなんなら。ヘラさん。軽減倍率は割と、あ、でもそんなことないか、普通か。普通ですね。じゃあ倒しちゃいましょう。あ、闇が消えてない。こうして。こう。オッケー。欠損もしてない。オッケー。ヘラドラでいいよ。風神こんだけ持ってきたのに使ってないんで。うんちウイルス。まあ、勝てるかな。こいつならなんとか。欠損もそんな問題じゃないと思いますし、陣も残ってるし。大丈夫と信じたいですね。
勝てるかなとか言って負けたくないですからね。さあとりあえず第1波を打ってみたいと思います。木が3コンボになっちゃった。めっちゃ減った。で欠損するんで風神使ってもいいよな別に。あでも陣が全然ないわ。てかさ、エンハないじゃん。あるわ。バッケスがないのか。そうかそうか。この次腕を持ち上げるんで、まあ一旦待ってもいいか。一旦待ちましょう。軽減いるのかな。オデドラ使った方がいいのかな。使いたくないよね。なるべく。おでりたくないよね。大丈夫な気はするんだけどね。いやでも怖いな。どうせまあこの後使う機会ないでしょ。使っちゃいます。おで使って安全に行きましょう。ここでまあエンハ使ったら倒せる気もするんですが、そこも安全にね。カーリーで軽減もエンハもないのは怖いんで、落ち込みまくってゴン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 とかもね嫌なんで、とりあえずここはこれで様子を見ます。でドスコイ、はい、で倒しましょう。はい、お疲れ様でした。落ちました。昨日売却したんですけどね、落ちましたね。はい、じゃあ最後はジン使って終わりましょう。まあ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 いけますね。欠損と無茶さえしなければってとこですね。倒しまーす。ちょっとジンがスカスカなんですけど、スカスカだなこれ。こうしようか。はい、お疲れ様でした。何気にあの貴族性シーンを使っております。ボーナスがね、まあ、少なからず乗るんでね、悪くはないですね。はい、まあ、ということでですね、ちょっと欠損が目立つかなと思います。まあ色があったら普通ですちょっとあの単体性能が強い獅子みたいな感じですね。個人的にはそんな感じでした。まあやっぱりコンボ強化にあとねキラーがあるってことで火力は出しやすいんですよ。でも木がメインになりがちだから、まあでも光もプラスがあったらいいのかな。木光メインの感じですね。闇はもうおまけみたいな、そんな感じのキャラクターです。で本人木がでリーダースキルに木が必要な上になかなか闇木ってねいいキャラクターがいないイメージがあるんで、まあ、紙結びとか入れて闇メインとかにしてもいいんですけど、あれか光か、この子は光木か。せっかくクロノス相性が陣いいんで木染めを僕はおすすめしたいですね。だよね、ダメだもんねこれじゃあね。なんでぜひぜひ皆さんも木染めで使ってみてはいかがでしょうかといったところで終わります。以上ナッツでございました。バイバイ。